まもなく一番線に上野東京ライン東海道線直通普通沼津行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。この列車の後ろより5両は平塚止まりとなります。ご乗車ありがとうございます。一番線ドアが閉まります。ご注意ください。この列車は15両です。まもなく一番線に上野東京ライン東海道線直通普通熱海行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。足元オレンジ色の15両乗車口1号車から3号車と6号車から15号車でお待ちください。
グリーン車は足元水色の乗車口4号車と5号車でお待ちください。この列車は15両です。前より1号車、2号車の順で一番後ろが15号車です。グリーン車は4号車、5号車です。足元オレンジ色の15両乗車口1号車から3号車と6号車から15号車でお待ちください。グリーン車は足元水色の乗車口4号車と5号車でお待ちください。まもなく1番線に上野東京ライン東海道線直通普通平塚行きが参ります。
グリーン車は足元水色の乗車口5号車と4号車でお待ちください。まもなく2番線に宇都宮線直通普通宇都宮行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。今度の2番線の列車は23時30分発高崎線直通普通高崎行きです。この列車は15両です。前より15号車14号車の順で一番後ろが1号車です。この列車の前より11号車から15号車は田子原止まりとなります。グリーン車は4号車5号車です。この列車は高崎行きの最終です。足元オレンジ色の15両乗車口15号車から6号車と3号車から1号車でお待ちください。
グリーン車は足元水色の乗車口5号車と4号車でお待ちください。まもなく2番線に高崎線直通普通高崎行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。この列車の前より5両は籠原止まりとなります。この列車は高崎行きの最終です。足元オレンジ色の15両乗車口15号車から6号車と3号車から1号車でお待ちください。グリーン車は足元水色の乗車口5号車と4号車でお待ちください。この列車の前より5両は籠原止まりとなります。足元オレンジ色の15両乗車口15号車から6号車と3号車から1号車でお待ちください。グリーン車は足元水色の乗車口5号車と4号車でお待ちください。この列車は15号です。この列車は前より1号車、2号車、順で1番です。
前より1号車、2号車の順で
一番後ろが10号車です。グリーン車は4号車、5号車です。この列車は上野行きの最終です。足元緑色の10両乗車口1号車から3号車と6号車から10号車でお待ちください。グリーン車は足元黄色の乗車口4号車と5号車でお待ちください。まもなく1番線に普通上野行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。ホームの上野寄りには止まりません。この列車は上野行きの最終です。足元緑色の10両乗車口1号車から3号車と6号車から10号車でお待ちください。グリーン車は足元黄色の乗車口4号車と5号車でお待ちください。1番線到着列車、最終列車上野行きです。1番線最終列車上野行き、ドアが閉まります。